どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで、私今日はですね、埼玉県吉川市にやってまいりました。今回ご紹介するお店が麺ぽぽというラーメン屋さんなんですけれども、皆さん最近ね、夏でも暑くなってきてね、暑いぞということで、今回ね、夏らしく、激辛つけ麺をちょっとご紹介したいかなと思います。なんかね、使用している唐辛子はね、激辛唐辛子で知られるハバネロ、はい、ハバネロをふんだんに使った激辛つけ麺ということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。6種類ぐらいブレンドした香辛料。今のは塩ですか？砂糖。甘い、辛い、酸っぱい。はい。すごい、砂糖入れるんだ。今入れてるのはこれですか？それが10杯ぐらい今入ったんですかね。10杯。で、そちらがハバネロ。ハバネロが1、2、はい、ハバネロが2杯。おお作る方も大変ですね。いただきます。さあ、激辛つけ麺、辛さ10倍、お手並み拝見ですよ。ということで、しゃあ、じゃあまずスープからいきます。いただきます。ちょっとつけ麺のスープね、ちょっとどんなもんか、はい、いただきます。うん、いやー、強烈だ。あ、それ持ってきてくれたんですか？あ、同じなんですか？なるほど。じゃあ、置いておいてもらっていいですか？なるほど。ありがとうございます。ね、時間経つと、ね、全然辛い。いやいや、でも辛いですよ。やっぱハバネロなんで。抜かりないですね。これ別に冷めても十分辛いですからね。いや。はい、ありがとうございます。いや。マジか。じゃあ熱々のまま、はい。熱いと辛さ2倍3倍増しですね。
と、ま、麺終わりそうなんで、はい、いやこれは辛いよ、冷たくても辛いよこれ。ちょっと待って、これは辛い。じわじわ後から辛くなってきますね。なんてこともしてくれたんだ。あのまま冷たいまま食べたかったのに。まあ、今日はちょっとスーパーちょっと濃いんで、まだスーパーちょっとやめとこう今日は。これね、あのマジで激辛、はい、でちょうどこれねつけ麺のちょっとスープあるんですけど、ちょっとスープは今日はあの飲まなくてもいいですかね今日は。ちょっと今日はねこれ飲んだらちょっと体調悪くなりそうなんで、文句なしの激辛でございましたということで、はい、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。めんぽこさんの激辛つけ麺、辛さ10倍、辛さレベルじゃららららじゃん、辛さレベル 8.5 です。 8.5 になりますと、はい、いやあのねちょっとこのつけ麺のスープをちょっと思わずためらいたくなるぐらいの辛さでした。まあ多少は辛いかなと思ったんですけども、見た目以上に結構辛かったですね。今日はごめんなさい、飲むときは飲みますんで、はい、今日は勘弁してください。はい、本日のお便りコーナーということで、ね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんでちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネームちゃんあおさん、本当にお前は綺麗にすするよな、体には気をつけろよ、頑張れよ。あ、なんか地元のなんか世話のいい先輩みたいな。2通目、ペンネーム圧倒的なフナッキーさん、ジョリーさん美味しそうに食べますね、ジョニーだ